どうも、あきとんとんです。今回は3元の連立方程式っていうことでやっていきます。で、これはもういきなり問題解いていくねんけど、連立方程式って普通2つやん。それが3つになったら、まあ3元って言うねんけど、3元1次連立方程式みたいに言われんねんけど、それの解き方っていうか問題一緒に解いていくわ。で、まあ基本事項として、方程式1つについて1つの文字が求まるっていうのは覚えておいた方がいい。で、今回 X と Y と Z を求めたいから3つの式があるっていう感じやねんな。で、やり方っていうのは2つの連立方程式とほとんど一緒です。3つとも一気に計算するんではなくて、3つから2つを適当に取ったらいいわ。で、適当っていうのが難しいんやったら自分でも上2つと下2つ取るっていう感じで決めたらいい。取るってどういうことなんって言ったら具体的にちょっと書くわ。はい、ちょっと小さいけど、こんな感じになるね。上の2つ取ったらここだけやん。だからこれで連立方程式解く。で、こっち下の2つやったらこうなるやん。これで連立方程式解くっていう感じやねんけど、ちょっと注意としては、例えばこれって、足し算したら Z 消えるやん。それでこっちは 3Y3Y と同じだから引き算したら Y 消えるって言って、一応連立方程式みたいな感じでできんねんけど、それじゃダメやねんな。文字を消すっていう感覚は OK やんな。文字を消すっていう感覚で連立方程式解いていったやん。X と Y やったら X の係数合わせるか Y の係数合わせて文字を消していってんけど、片方で Z 消したらこっちも Z 消して、片方で Y 消したらこっちも Y 消すっていうので、消す文字っていうのは合わせてください。OK？ 今回は Z を消してみよう。これは足すだけな。いける？そしたらこれ足したやつをちょっとこの辺に書くわ。はい。足したらこうなるね。5x プラス y イコール4になるよ。ただ z が消えるだけな。で、次、こっちの連立方程式も z を消そうって思うねんけど、上の式っていうのはマイナス z で、下はマイナス 2z で係数合ってないから、上にかける2する。そして、引き算するわ。OK。その式書くわ。はい。そしたら 3x プラス 3y イコール0ってなるやん。OK。それで、あとはこの 5x プラス y イコール4と 3x プラス 3y イコール0を連立方程式進んでな。ここで、文字を消したら2つの文字の式になるから、そいつらで連立方程式するっていうのがこの3元、3つの連立方程式の解き方やねんな。はい。で、これ解くだけやねんけど、このマークちなみに連立方程式っていうマークが絶対書かなあかんね。で、y に3かけて合わせに行こうかなって言って解いてもいいねんけど、ちょっとした連立の計算テクニックとして、3x プラス 3y って両方係数同じやったら、これ割ったら x プラス y に戻るというか、綺麗になるねんな。いける？かけて合わせるってより割って合わせるっていうテクニックも覚えとき。そしたら x プラス y ってなって、普通に引き算したらできるやん。こっちの方が簡単やと思うからそれで計算するわ。はい。そしたら下の式を全部3で割り算してるから、x プラス y イコール0になって引き算したら、4x っていうのが4になるから、x イコール1って出るやん。で、x イコール1が出たら、どっちかに代入して y を求めると。1足す y が0やから y イコールマイナス1って出んねんな。はい。それで、y と x が出たら、あとは z を求めるだけやねんけど、xイコール1と y イコールマイナス1が出たらどれかに代入するだけやねんけど、とりあえず x と y が出したとしたら、どれかに代入して、z を求めるだけです。例えば、差に代入すると、1、マイナス3、マイナス 2z っていうのが2になると。そしたら 1-3 マイナス 2z イコール2やから、マイナス 2z で、マイナス2ってのはこっち行ったら4になるから、z イコールマイナス2って出ると。OK。どれに代入しても同じだと思うよ。はい。だから答えは x イコール1で、y イコールマイナス1で、z イコールマイナス2って出るっていう感じ。はい、今回はこんな感じでどうでしたか？まあ、連立方程式は3つになっても解き方っていうのは一緒。3つから2つ取り出しただけ。まあ、上と真ん中と、下取り出して、同じ文字を消して、消した式でまた連立立てたらいけるから。OK？ もう一回問題と答え貼るので、復習してください。この動画が良かったと思ったら高評価お願いします。チャンネル登録してないらぜひチャンネル登録してください。なんかホワイトボードに書くミス連続でしてる気がする。めちゃくちゃ申し訳ないです。で、他にもいろんな問題解いてほしかったら、インスタの DM とか Twitter の DM 待ってるので、ぜひ来てください。バイバイ。